はい8月10日ですね。はい、えっ、ー、と、今まで私、あの、ちょっと勘違いしておりましてですね、あえー、この撮影何のためにやってるかっていうと、うん、ただ単に、あの、なんていうのかな、理由がないんですよね。ただ単にやってみようと思って、なんかそれが続いている感じなんで、えっ、ーえー、と、それで、あの、 今まで高評価をしてくれとかそんなえっ、ー、となんていうのかなコメントくれとか、えー、チャンネル登録なんてもう、うん、まさかまさかしてくれなんて思ってもいなかった思っていなかったんですけども、えー、なんか見てるとあのなんていうんですかね閲覧,閲覧者数がなんか二桁とかいってる日があるんでこれなんだろうなと思ったんですけどもあこれあれだっていうあのタイトルをつけてるからだっていうんで。 あの何にも狙ってないのにタイトルをつけてるからしかもあの不法とかつけてたからそうすると何か見る人が見るんだなっていうんでそういう人たちの時間を奪うのも何な,なのでこれからはもう全く工夫しないっていうそういったものになろうかなっていうんで。 あの内容は全く今まででと変わらないですよなんかあの転職した後の仕事の愚痴とあと何か気になったニュースがあったらあのうんたらかんたら言うだけ,の言うだけなんで、うん、別に社会的なメッセージとかそういった大したものは言わないんですけれども、えー、今まではあの、えー、と何新聞の何の記事であるとかそういった何て言うんですかね、あのー 参考サイトとかもつけてたんですけども、うん、まあそういうのを中途半端にちゃんとしちゃうとあの見てるとあのこんなの何て言うんですかね視聴,者視聴者数なんて全部ゼロでいいんですよ。 ゼロでいいのになんかしんないけどあの三とか二とかつくのでその人たちの時間がもったいないっていうことでもうこれからはもう日付だけでいいやタイトルもっていうことになりました、えー、まあね <laughs>、えー、本当にね、えー、何のためにやってんだって言われたら何のためにやってんだろうって自分でも疑問に思うぐらいですよ首かしげるぐらいですよなん <laughs> で続いてんだろうっていうんで、うんうん,、うん。でうう まあそれだけあれだなリアルがあんまり充実してないんだろうなとかそんなこと思ったりね、うん、でもこういうこと言うとじゃああの、うん、他に YouTube であの視聴者数稼いでる人はリアルが充実してないのかってことになっちゃうからな言葉って難しいですね本当にもうねい。<は>はええ あーっえー、っとえー、っとえー、今日はなんかあのー、えー、なんかあのーきえー、っと昨日一と日ってなんか不法が続いてなんかそうすると不法だからあのー、なんか興味がそそる,るのか分かんないんですけど2、えー、桁台に乗るんですよ視聴者数がだからそこの人たちに対してちょっと申し訳ないなーってのがありましてええー、まあね えねうんまあ、そういうふうなことでね、えー、これからもさらもっとあのいい限りにやっていくことになると思います、はいえー、しかしまあね、えー、今日のえとニュースで注目はまあ大谷選手おめでとうっていうことですかねっていう,、えー、うん私の好きなヤクルトの村上選手も世界記録を更新したんだけども いかんせん、ね、あの,他のスポーツが増えてきて、えー、と野球単体での興行の人数っていうのかなそれがねあの新しく増えあんまり増えてないっていう感じでね、うん、そういう意味ではあの、えー、日本で、えー、記録世界一の記録を出すよりもアメリカで世界の記録をた達成した方が、うん、よりなんかあの うん、知名度とかそういうのは上がるのかなとかそういうふうに思いましたはい、それじゃあさようならとなんでやってんだろう